皆さんこんにちは、理学療法士の宮島優です。今回は肩こりの評価と治療について分かりやすくお伝えしたいと思います。まずはじめに僕の簡単なプロフィールなんですが、これまで整形科クリニック、総合病院整形科クリニックと勤務してきた11年目の理学療法士です。これまでジョスカスという学会で発表させていただいたり、セミナーの講師をさせていただいたり、またツイッターで分かりやすく伝えるっていうのをコンセプトに情報発信をさせていただいてます。今回は肩こりについてなんですが、やっぱり腰痛とともにですね、患者さんの訴えとして非常に多いものだと思います。まあ、実際に仕事をしてて患者さんの訴えで聞くことも多いですし、まあ、家に帰ったらですね、なんか奥さんなりなんかこう家族がですね、ちょっとこう肩こりひどいからちょっとこう揉んでくんないみたいな風な訴えもあったりするぐらいですね、まあ、非常にたくさんの人が悩んでいる痛みだと思います。やっぱりですね、肩こりってあると、じゃあ分かったよってこうやってこう揉んだりとかですね、マッサージとかをして、その時は気持ちよかったけど、なんか次の日なんか揉み返してきちゃってみたいな話とかを、まあ、患者さんとか家族から聞くなんてことも結構あるんじゃないかなと思います。で、この肩こりのやっぱり評価っていうのも、やっぱりちゃんと解剖学的とかこういう運動学的にすごく考えることがものすごく大事になってまして、で、こういうのをおろそかにしたままただマッサージとかだけしてしまうと、やっぱり揉み返しみたいな風につながるんじゃないかなっていう風に思います。なので今回は肩こりの訴えの方が来たら、まあ、どういう評価をして、で、どういう治療をすればいいのかについてを僕なりに分かりやすく紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけますと、実際の患者さんだけじゃなくてですね、家族とかをこうちょっと治療する時とかにも使えますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめにすいません、一応ちょっと注意点なんですが、今回の動画では頚椎の神経根症状とかですね、そういった神経的な痛みとかでこの肩とかに痛みが出てるとかっていう人は省きます。なんであくまで今回はこの肩の部分の筋肉のスパズムによって生じている痛みに対しての評価治療という風に考えてみてください。で、こう肩こりの原因となる筋肉で圧倒的に多いのが、一つは僧帽筋、2個目が肩甲挙筋ですね。もうほぼこの2つっていう風に言っていいんじゃないかなと思います。なのでこの2つの評価と治療っていうのが分かれば、普通のこう筋肉のスパズムによる肩こりっていうのはかなりの確率で改善できるかなと思いますので、この2つの評価治療を抑えてみてください。まず1つ目の僧帽筋なんですけど、僧帽筋はですね、この首の後ろからここの肩甲骨の上の方まで大きく覆いかぶさってる、上部繊維っていう部分のところがやっぱりこうスパズムになることが多いです。なので患者さんの訴えとしては、首の後ろぐらいからもうこの辺がもう全体的に痛いみたいな風におっしゃる方がやっぱり多いです。で、僧帽筋がスパズムになる人の特徴としては、まず圧倒的に多いのがやっぱり頭部の前方変異ですね。いわゆるストレートネックって言われるような状態でして、胸椎がこのように丸まってしまって、頭がこう前に出てしまってるっていう方が圧倒的に多いです。で、こういう風なアライメントをしてる人っていうのは、両方の僧帽筋がすごくスパズムのような状態になっていて、で、両方の肩が凝ってますっていう人もやっぱり多いなっていうような印象ですね。で、こういった方たちに対してはやっぱりストレートネック、この頭部の前方変異っていうものの治療がすごく大事になってきますので、その部分をこう改善まずしてみてください。実際のこう詳しい改善法とかですね、ちょっとストレートネックについての動画がありますので、ぜひそちらの方をご覧いただけますと、より詳しく解説してますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。もう一つ多いのがですね、こう肩が片方だけこう下がってしまっているっていう方も、僧帽筋のスパズムになっている方が多いです。こういう場合とかは、さっきの両方とかではなくて、片方だけすごい肩こりがしてるなんていう人とかは、もう片方の肩がこう肩甲骨がこう下生してしまってるっていうようなアライメントを取ってる人が多いです。これはですね、やっぱりこう肩が下がることによって、この僧帽筋っていうのがこう下がったのをこう引き上げるために遠心性収縮が強いられますので、やっぱり右肩が下がってると右の僧帽筋はすごく突っ張りやすくなってます。で、この片方がこうやって下がっちゃってる人なんかのここの僧帽筋とかをマッサージすると、そもそもこう下がってて遠心性収縮でこうやってグーってこうやって伸ばされちゃってるものに対して、またストレッチをかけたりとかマッサージをしてしまうと、またより柔らかくなって、よりこう肩が下がってしまう状態になっちゃうんですね。で、そういう風な肩とかはやっぱり揉み返しとか来やすいなっていう風に個人的には思ってますんで、この肩がこうやって下がってしまってる人に関しては、肩を上げるように逆にこの肩甲骨の下の方にある筋肉とかをしっかりこうやって伸ばしていくっていうことをやっていくと、この揉み返しっていうのがかなり防止できるかなと思いますので、こういうふうに肩が下がってて僧帽筋がスパズムになってる人とかっていうのは、僧帽筋のマッサージも最後にやってほしいんですけど、まずは肩が下がってるのをこうやって上げるようにストレッチをやるようにしてみてください。2つ目が肩甲挙筋ですね。
肩甲挙筋は頸椎の凹凸起の部分から肩甲骨の上角っていう部分に走行してるので、僧帽筋の奥の方にある筋肉で、まあ、ちょっとこう縦の方に走行してるような筋肉ですね。なんで僧帽筋と比べたらちょっと圧痛所見を取るのが難しいんですけど、まあ、肩甲骨の上角のあたりのところを狙って触って、やっぱり特に痛いなっていう風な方とかがいたら肩甲挙筋かなっていう風に考えてもらっていいかなと思います。で、肩甲挙筋が痛くなる方の特徴としては、やっぱりこの頭部の前方変異っていうのが多いです。さっきこう縦に走行してるっていうような話をしたように、やっぱりこう前にこうやって突き出るとですね、その前に突き出たのをあんまり行かないでくれっていう感じで肩甲挙筋がグッっていう風に力が入ってスパズムになってしまうっていう人が多いので、まあ、まずはやっぱり頭部の前方変異っていうのを防いでもらえるといいかなと思います。もう一つはですね、結構肩甲骨のこう前傾が出ちゃってるっていう人が結構多いですね。肩甲挙筋に関してはさっき僧帽筋は肩が下がってこうやって伸ばされちゃってる人が多いっていうような話したんですけど、僕の個人的な感覚としては肩甲挙筋の方がなんかどっちかっていうともうグイってこう引っ張り込まれちゃってここで固まっちゃってるっていう人が結構多い印象です。なので肩甲挙筋が痛いなっていう人とかは結構こっちの下とかをやるっていうより肩甲挙筋自体をどんどんストレッチとかマッサージをしていった方が、あ、気持ちいいわ、それ効くわって言って、あ、すごいスッキリしましたみたいな話が聞かれることが多いので、肩甲挙筋に関しては結構ストレッチとかマッサージとかっていうのをどんどんやっていった方がいいかなっていうふうに思ってます。これを頭部の前方変異の治療と並行してやるとすごく楽になったっていうふうに言ってもらえる方が多いので、ぜひやってもらえればいいかなと思います。じゃあ次ですね、実際にじゃあ肩甲挙筋の触診の方法とかストレッチの方法についてちょっと実技で紹介したいと思います。それでは肩甲挙筋の触診とストレッチマッサージ方法を紹介します。肩甲挙筋はですね、肩甲骨の上角から頸椎の凹凸起に向かって走行するので、まずこの肩甲骨の内側縁ですね、内側の端をこう辿ってってもらえると上角が分かりやすくなるので、こう辿ってって上角自体はこうちょっとですね、頭の方に向かってこうやって伸びてるんで、頭の方に向かってまた探してってもらえると、あ、ここだなっていうところが分かります。ここの上角のてっぺんから行くっていうよりちょっと下の部分ぐらいから行くので、この上角のてっぺんよりちょっと下ぐらいなところをまず触ってもらえればいいかなと思います。で、ここから頸椎に向かってこうやって走行していくので、ここの部分を触ってみましょう。で、ここの部分には表面僧帽筋が走ってますんで、僧帽筋の上から触るような、認識になるかなと思います。まあ、なので僧帽筋のスパズムがあるような人とかはまず僧帽筋のスパズムを落としてもらってから、その後に肩甲挙筋とかの治療に入ってもらえるとよりいいかなと思います。じゃあ肩甲挙筋に、まあ、じゃあ圧痛所見がありまして、じゃあここをストレッチしましょうっていう風になった場合は、患者さんのこう腕をちょっとこう持ってもらって、肩甲挙筋は肩甲骨の前傾と下方回旋っていう、作用があります。なので逆に肩甲骨を後傾させてかつ上方回旋させると伸ばすことができます。なんでこっちに後傾に回転させたままかつちょっと上方回旋っていう風にやってもらえると、ストレッチすることができます。で、その時にここの右手の方とかでさっき触ってた肩甲挙筋とかをこうやってこうマッサージとかすると、あーっていう感じで結構こう効く、あーっていうようなお話とか結構患者さんがしてもらえるんで、こういう風にストレッチしたままかつこういう風な感じでマッサージとかをするとこうコリが取れるみたいな感じとかで、すごいスッキリしたっていう風におっしゃってくれる患者さん多いので、後傾上方回旋させてかつ肩甲挙筋をこういう風にマッサージするっていう方法をやってみてください。これで結構良くなる方多いので、頭部の前方変異の治療と合わせて、ぜひやってみてください。今回は肩こりの強化治療について紹介させていただきました。何かわからないこととかリクエスト等ありましたらコメント欄の方までよろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またツイッターもやってますのでぜひフォローしていただけましたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。僕のやっている整体でセラピストを募集しています。お客さん一人見てもらうたびに5000円の報酬をお支払いする形です。週1勤務の副業からでも応募することができます。技術研修もしっかりやっているので、技術を磨きたい方、収入を増やしたい方、自由な働き方がしたい方、少しでも興味があれば下の概要欄に LINE の URL を載せていますので、そちらにご登録していただければと思います。面談も随時受付中です。面談希望と送っていただければ日程を調整して面談もしていますので気軽にご連絡ください。